今日は J3 リーグ福島ユナイテッド FC のホームゲームにやってきました。実は私、応援ソングを書かせてもらっているんです。今日はそのライブでやってきたんですけれども、サッカーの試合の時はスタジアムグルメといって、スタジアムにたくさん美味しいグルメが集うんですね。福島ユナイテッド FC のホームゲームにたくさん美味しいものがあるので、今日はそれを巡っていけたらと思っています。レッツゴー。福島ユナイテッド FC のスタグルといえば、やっぱり芋栗沙太郎じゃないでしょうか。私は実は CM ソングを担当させてもらっております。もともと私がすごく大好きなお菓子で、大好き大好きと言っていたら、まさか CM ソングを作らせていただくことになり、本当に光栄です。芋栗沙太郎をご紹介していきたいと思います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日もスタジアム特製の芋栗沙太郎があるんですね。はい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 、ありがとうございます。社長の佐藤貴博さんです。よろしくお願いします。これが一番人気なんですかね。そうですね、これがはい、ユナイテッドのコラボパッケージの佐藤になってまして、ですよ、ね、中に選手のシールが、それなんですよ。何が当たるかわからない。そうですね、もうびっくりマシーンみたいな。そうですよ ね。で、時々アウェーのバージョンもありますよね、はい、そうですね、赤いユニフォームバージョンと今回も白いユニフォームバージョンと2種類入ってるので、全部49種類。わあ、すごい。これ全部集めたいという方もきっといらっしゃいますよね、はい。まあ、そうですね、何人かは大人買いをしますので。もう大体いつも終わる頃には全部なくなってますんで、今日早めに来てみました。じゃあこれ一つと、はい、いつもスタグルの時にはですね、相手チーム、対戦相手の特産品をくるんだサタローパイというものを販売しているんです。これがベーシックなサタローパイ、芋栗サタローというお菓子をそのままカスタードクリームに包んでいるお菓子ですね。今回は八戸対戦相手ですので、豆腐、そして八戸名物イカとチーズのおつまみ、そして最後にサバの味噌に、大胆な発想ですよね。そうですね、やっぱり物によってはこう人気の差が出ますね。どうやってこれを包もうかなとか考えるんですか。あ、そうですね、相手チームの名物をウェブで検索して、大体これかなっていうのを取り寄せて、でそれを味見しないでとりあえず入れてみると。ツイッターにいつも写真をアップされてるんですけれども、豆腐がそのまんまゴロッと乗っててすごくびっくりしました。今日はせっかくなんで、この豆腐とチーズとイカのおつまみ、この2つ目でいこうかな。はい、サバは大丈夫ですか。じゃあサバもお願いします。ありがとうございます。サタローパイの豆腐食べてみたいと思います。すごい、豆腐がそのまま入ってる。見てください、これいただいてみたいと思います。びっくりしました。クリームチーズのようにまろやかで、中に入ってるカスタードクリームと芋栗沙太郎がすごく相性がいいです。もう一級品のデザートのような感覚です。芋栗沙太郎自体がさつまいもと栗を使ってますので、贅沢なデザートです。おいしい。この時だけしか食べれない限定商品なんですよ。定番メニューにないので、もう来ていただく時にはぜひゲットしてみてください。こちらもちょっと中を開封してみたいと思います。さてどうなってるのかな。レレレレレレレ、芋栗沙太郎が3つ入ってます。でん、あ、宇佐美選手のシールが当たりました。でんと、こうやって包み紙に入ってますね。ちゃんと焼き目がね、こんがりついて。いただきます。この味です。栗がゴロッと入ってるんですよ。それが贅沢に食べれるお菓子はなかなかないんじゃないかなと思っています。本当に大人気の芋栗沙太郎です。ゲットしてみてください。暑い日も凍える日も、日が沈むまで走り続けた。長く響く笛の音に、喜びと悔しさが積もってゆく。ラーメンのトラさんラーメンがやってきてくれてますので、早速食べてみたいと思います。見てください、注文したのは醤油ラーメンなんですけど、すごく美味しそう。いただきます。
出汁が効いてすごく美味しいです。もうさっぱり喜多方ラーメンなので醤油のねお味が、あー美味しい。もちもちでコシがあってスープに縮れてる麺の部分に絡んですごく美味しいです。雨が降ってたので少し寒かったんですけど、このラーメンで体がすごく温まります。店内の雰囲気がまたいいですよね。バスラーメンすごく美味しいのでぜひ皆さんも召し上がってみてください。ミネストローネ、お店の方のご厚意でサービスしてくださってすいません。今日ちょっと寒いのでこういう温かいのがすごく美味しそう。いただきます。うん、あの普通のミネストローネと全然違います。ピザ屋さんのチーズが入ってるんですけど、もうめちゃくちゃ美味しいです。トロットロで具たくさん、美味しい。これ多分オリーブオイルが入っててピザとミネストローネのスープの間みたいな、これ具材も煮込まれていてとっても美味しいです。あったまる、ありがとうございます。ピザが届きました。たくさんのサポーターの皆さんにすごく美味しいって聞いていたのでやってきました。じゃあ早速食べてみたいと思います。ちゃんとカットされてますね。いただきます。ん、屋台レベルのピザじゃないです。本当に釜がここにあるんじゃないかというくらい、 あるのかな。本当に美味しいです。生地がふわもちしっかりしていて、上のソースめちゃくちゃ美味しいです。一つ一つこだわって作られていないと作れない味だと思います。本当におすすめなのでぜひチェックしてみてください。削りいちごをゲットしましたよ。薄く凍らせたいちごを削ったみたいなのでちょっといただいてみたいと思いますね。上にたっぷり練乳かなかけてます。こんな感じです。わー、いただきます。いちごが甘い。もう新鮮ないちごをそのまま削ったんだろうなという味がしてます。しかもあの凍ったいちごを削ったっていうのでどれだけ冷たいのかなと思ったんですけど、正直あの私冷たいの食べると頭キーンってなっちゃうので苦手なんですけど、全然そんなことなく僕結構気軽にポップにいただけますので、こんな寒い時でも全然美味しい。ユナイテッドのホームカラーが赤なのでね、このイチゴっていうのも勝利に導くカラーなんじゃないでしょうか。ぜひチェックしてみてください。いただきます。柔らかいですね。柔らかいです。正直すごいびっくりしました。なかなかなくないですか。ないです、ないです。中がすごいジューシーでめちゃくちゃ美味しいです。衣の部分に味がしっかり染みてるんですけど、普通ね唐揚げってちょっと硬さがあるんですけど、柔らかいおかげで中のお肉ともすごく相性が合っててとっても美味しいです。何よりジューシー。何個もいけちゃうと思います。ホームゲームには結構たくさんいらっしゃってますよね。毎回そうですよね。唐揚げももちろんですけど、それ以外のね多分食べ物もたくさん出されてると思いますので、サポーターの皆さんそしてアウェーのサポーターの皆さんもぜひ味工房さんの唐揚げチェックしてみてください。今日は福島ユナイテッド FC のスタジアムグルメを巡ってきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。他にもたくさんお店があるのでね、ちょっと今回ご紹介しきれていないお店もあるんですけれども、美味しいお店ありますのでぜひ足を運んでみていただきたいと思います。そしてホームゲーム応援に行く際なんですけれども、ホームカラーの赤色の洋服を身につけている方が結構いらっしゃいますので、もし初めて遊びに行くよって方は赤いものを何か身につけていったりすると一体感が生まれて楽しいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ遊びに来てください。今日は動画にお付き合いくださってありがとうございました。